郡山市の史跡や文化財を巡るツアーが行われ、参加者が各地に残る貴重な文化財を見て回りました。ツアーは毎年2回行われていて、およそ40人の参加者は東部地区の10カ所を訪れました。西田町の鹿島大神宮では国の天然記念物に指定されている露出したペグマタイトの岩脈が見られます。また県内で最も古いとされる1556年に奉納された絵馬があり、参加した人たちは郡山地方史研究会の大川峰夫さんの説明を受けながら貴重な文化財に見入っていました。郡山市内の史跡ってよくいろいろあるのは分からなくて、で特別こうやって連れてこられると仲間で見れるじゃないですか。それがとっても嬉しい。市の文化財を広く知ってもらおうと開催されているこのツアー、次回は9月に予定されています。ニコニコ子ども館で親子で楽器を作って楽しむイベントが開かれました。ニコニコ子ども館では音楽と踊りで親子が触れ合うリズムと体の遊びを5年前から開いています。楽器を鳴らそうには27組の親子が参加して、県内の幼稚園などで活動している結城淳とファミレ堂が楽器の作り方を教えました。参加者は乳酸菌飲料の空き容器に爪楊枝を入れてマラカスを作り、グループごとにおもちゃのチャチャチャを演奏して楽しみました。楽しかった。もうなんか弾けて大きな声で歌ってて、なんか見てて嬉しい気持ちになりました。子供でも作れる楽器だったので、一緒に作ることができたのが良かったかなと思います。来月7日にはキッズマン七夕コンサートが行われる予定で、申し込みを受け付けています。郡山市観光物産振興協会では市内のグルメや特産品を選べるカタログギフトを販売しています。郡山市のギフトは郡山市の美味しいものや特産品を9種類詰め込んだカタログギフトになっています。このうち高芝猫屋敷大黒屋では、なぜ猫は十二支に入っていないのかを描いた昔話がモチーフの猫人形うっかり猫セットが作られています。一つ一つ手書きで付けされた張り子の人形と人形を乗せる座布団などがセットになっています。市外とか県外にお住まいの方に送っていただけると、郡山市にはこういうものがあるんだっていうことで知ってもらえるきっかけにもなるかなと思ってます。カタログギフトは1セット4797円でインターネットかファックスで申し込むことができます。詳しくは観光物産振興協会までお問い合わせください。